こんにちはえー、私はあの国連で10年ほど、えー、仕事をしていたんですけれどもあの、まあ、非常に楽しい、えー、経験もさせていただきましたしいろんな、えー、責任を、えー、いただいて、えーまあ、かなり大きなプロジェクト等も、えー、回すことができたんですけれどもやはりその中でなかなかこの、えー、援助の世界っていうのはかなり閉ざされているなと思ったんですよね。こう あの大体ですねこう、国際機関の人と、えー、現地の政府の人と、それからドナーでですね、なんとなくこう決めちゃうんですよね、それではこれやろうって言って、やっぱりそういう閉ざされた世界だとなかなかいいアイデアも出てこないし、新しいアイデアも出てこないんですよ、だから結果的に同じようなことをこう何十年もぐるぐる回していって、なかなか結果が出ないなというところで、で私もその中にいてです、ね、アイデアがかなり限られているということで、なんとかできないかなというふうに思ってたんですよね。 そういったときに実はあの途上国向けのテクノロジーというのが面白い分野があるというあのことを、えー、気づいたんですね。あの実はですね、まあ、あのこういったものこれはあのソーラーライトなんですけども、まあ、日中、えー、外に置いておいて8時間充電すると8時間明かりがつく,つくと。で途上国ではですね電気が通ってない場所では灯油を燃やして明かりを取っているのであのこういったものが。 非常にい,いとあの。灯油を買う必要もないし明かりもすごく明るいし煙が出ないでいいんですよね。でこれ簡単に上に汚い水入れてで重力でフィルターで下の、えー、に,に、まあ、移った水はもう安全で飲めるというような簡単な、えー、こういう仕組みがいろいろあってですねこんなものを日々考えて作ってる人が実はいっぱいいたんですよ。 こののの援助の世界の外にでこれ大体ですねベンチャーの人なんですけども大学、えー、からあの会社を立ち上げたりこれも先進国でも途上国でもいろんな人がこういうことを考えてボン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 作ってるんですよ。でこれはなかなか面白いということでこういったものをあのンコンソ争に届けていくとまず新しいソリューションで、えーまあ、会が提供できるということとこの あの閉ざされた世界をこじ開けることにもつながるんじゃないかなと思いましてでコペルニクという団体を作ってこういったものを我々が常に探してきてで現地のニーズとマッチングさせてで必要なお金をサイト上それからえまあ企業等から集めてきてどん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 こういうのを途上国に持っていってですね持っていったとはフィードバックを取ったりしてとまあこういうプロセスをえしてきたんですね。 コペルニックの説明をするとよくこ,のこういうテクノロジーの,あの、まあ、今もこのテクノロジーの話で始めたんですけどもこれにすごくみんな集中してくれるんですけども実はその普及のさせ方っていうのがです、ね、結構、えー、気を使っているところがありましてどういったことをしているかというと,、えー、ことちょっと紹介したいと思うんですけども例えばですねあのインドネシアの東ジャワでやってるプロジェクトなんですがこれ女性団体があこの水浄水器必要だと。 いうことをあのリクエストを出してくれたんですね。で、あのまあ、非常にそのもう黄色いんですよ水があの井戸から取ってきてもすごいいろんなものが混じっているような水で、でこれをですねすごく使えるということで、でこれをあのぜひこ、えー、この女性グループを中心に村に普及させていきたいということなんですね。でちょっと価格がこれまあ、2000円ぐらいであの届くんですけどちょちょっと高いと。 じゃあ分かった。我々の寄付を使って価格を下げましょうということで3割安くぐらいで最初普及させたんですよ。でその時になんでそのこれが重要で下痢がなくなったりねあの健康にもいいという話をしたりいちいち沸かさなくても済むよという話をしたりあのまあいいということを、まあ、いろいろこう知っていただいた後で普及させていったんですねで価格を下げてそうすると、まあ、みんな使っ,てるうち使ってるうちにどんどんあこれいいやんか いうことになって私も欲しい私も欲しい私も欲しいとい,いうことになってどんどん広がっていったんですよ。でその女性グループは1つ売ると、まあ、収入がいるようにインセンティブをつけたんですね。そうするとあそのグループに入りたいということでその輪がどんどん広がっていってでこれすごくいいから無理してたでもやっぱりもっとお金払うわという人も出てきたんですよ。それでだんだん我々価格を上げていって市場価格に最後持っていったんですね。それでじゃあ我々のもう寄付はしししだとなしにして 完全に我々なしで回るような仕組みを作ろうじゃないかということでこの最初の女性グループがですね最初 NGO だったんですけども会社作っっちゃったんですよ会社作ってでもう自分たちでこう発注して売るような仕組みが今、実は出来上がっていてですね最初はその補助金的なことで始めたのが今はもうその自立して回っていくような仕組みができていると。 いうことでまあこういったことができる場所ではどん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 とやっていきたいなと思ってますなのであのコペルニクですねあのいろんなところでまぁ、あ、こんな面白いものをあの扱っている団体だよというあの印象がですね最近強くなってきてるかとは思うんですけども実は普及の仕方 にもかなりですね、いろいろ工夫をしてまして、場所にその場所その場所に適応,適応した、えー、まあ普及の方法というものを確立させて、できるだけ自立につながるような活動をしているということですので今後、今後はですね、テクノロジープラス自立の普及という団体として覚えていただければなと思います。ありがとうございました。